カーダール・タマーシュは、ハンガリー・ベスプレーム出身のプロサッカー選手。ハンガリー代表、天津ツモントラーシダマクラブ所属。ポジションはディフェンダー。2006年、ザライエゲル・セグテで、プロデビュー。2007年12月、プレミアリーグのボルトン・ワンダラーズ FC と、入ッするユナイテッド FC のトライアルに参加した。2008年1月、 トライアルに参加していたニューカスルと正式に契約を結んだ。加入者年度はリザーブチームを主戦場としつつトップチームの試合で何度かベンチ入りした。2009年1月リザーブチームの試合で足を骨折し半年間の戦線離脱を余儀なくされた。7月に復帰し、翌8月のフットボールリーグカップハダースフィールドタウン FC 戦で ようやく加入後初めてトップチームの試合に出場した。同月のレスターシティ FC 戦でプレミアリーグ初出場。2011年1月、フットボールリーグ1のハガースフィールドタウン FC にレンタル移籍。2012年6月、契約満了によりニューカッスルを退団。2012年8月、トライアルを経てローダ・ジェイシーと契約を結んだ。 シーズン後半は、母国ハンガリーのディオーシュジュール VTK に、レンタル移籍した。2013年6月、レンタルで加入していたディオーシュジュールに完全移籍。2015年1月、エクストラクラサのレフ・ポズナンに移籍。2017年2月、FC ディナム・キエフに移籍。2008年5月12日に、代表初招集を受けたが、出場機会はなかった。 2010年11月17日のリトアニア戦で代表初キャップ。2012年10月16日のトルコ戦でサラヤーダームのゴールをアシストしたのを皮切りにフェロー初等戦、ノルウェー戦でもアシストを決め攻撃的、左サイドバックとしての評価を高めた。UEFA ユーロ2016のメンバーにも選ばれ、グループステージのオーストリア戦とアイスランド戦に出場した。 2017年8月31日の 2018FIFA ワールドカップヨーロッパ予選ラトビア戦で代表初得点を挙げたニューカッソルディオーシュジュールレフポズナンありがとうございます